高トップの日がやってきたよ。耳丸がなぜサブ島を作ったのか、それは久しぶりに離島ガチャがしたかったからです。そして今日はなんと初めての離島ガチャ。もう本当にさ、メイン島でもさ離島ガチャをずっとしてなかったから本当に久しぶり、楽しみすぎる。一応始めましてのロドリーさんとモーリーさん、これからどうぞよろしくね。メイン島に連れてってよ。じゃあ久しぶりにマイル旅行券で行ってきます。行くよ、ポンポンマイ。ドキドキワクワク、可愛い子に会えますように。え、見切れとるがな、早っ。いや、もうちょっとドキドキさせてよ。相場は島の右奥やろ。ここにおるかな。おーい、元気系のアルミだね。可愛いよね、元気系は。なんか桃子と喋ってる気分になるよね。うん、どうしようかな。可愛いんだけど、喋ってたらお花がコーンって当たって、毎回あごめんごめん当たっちゃって、あごめんごめん、あはい、あごめんごめんごめん、またお花に当たっちゃってごめんごめんごめん。ところでさ、あごめんごめんっていちいちお花とぶつかりそうだからな。今回はごめんアルミ、また今度。もうちょっと離島ガチャ楽しみたいかな。まあ一旦帰りましょう。そしてなんとタヌキチから新居3軒分の許可が降りたよ。あー、本格的に住民が増えていくよ、楽しみ。じゃあ早速必死に食べたマイルでマイル旅行券に変えて行ってくるよ。可愛い子と出会えますように。ミミマルはね、超人気住民狙いとかそういうわけじゃないんだよね。あ、可愛いってビビッと来た子と運命的な出会いをしたら、その子を受け入れようと思ってるよ。さあ2回目は誰かな、楽しみ。さて誰かな。かわいいな、そのチーク貸してほしい。なかなかビビッドでいい色のチークしてるな。うん、どうしようかな、ティファニーかわいいけどな、首のところに毎回手突っ込んでしまって怒られそうだしな。でも突っ込みたい衝動を抑えられなさそうだしな。うん、ごめんティファニー、また今度遊ぼう。さーて次3回目いくよ。モーリー、いいとこに連れてってね。竹の島だ。竹の島はさ、離島ガチャでテンション上がるよね。リッキーとモモコも前漫才で言ってたな、そういえば。なんかいい予感がする。お、いた、誰だ、文鳥かなんかかな。レイコ、レイコかわいいね。メイマルなんかシンプルなのが好きなのかな。なんかかわいい、うん、かわいいね。あ、笑顔が一番かわいい。うん、でもなー、もうちょっと離島ガチャしたいしなー。ごめんレイコ、でもかわいいよね。このインスピレーションを大切にすべきか。うちの島においで、一緒におしょぼー。元気が出るポンポン丸っていう合言葉を教えてあげるよ。あーいわーい、もう勧誘しちゃった。あーレイコ、せっかく旅行に来てたのに全部の竹切り倒しちゃって、なんか申し訳ないからこれあげる。じゃあまたね、ちょっともう一回喋って。え、石系が欲しいんだ。んー、じゃあこれあげる、ごめんね、こんな島にしちゃって。じゃあほよもり島で待ってるね。わーいわーい、帰ったら大雨だったけど、なんか気分はワクワク。あ、もうご制約シールが貼られてる。あ、名前見てみよう。ちょっと待って、あの子
子、レイ子って名前だったよね。何？プッチャネ、プッチャネ、プッチャネ、なんか太りそうな名前。え、誰？え、ミミマルなんか手順間違えた？え、どういうこと、どういうこと？え、声かけて帰り忘れた？かけたよね、誘ったよね、絶対。どういうこと、どういうこと、どういうこと？え、もう熱盛の最初の顔したのが昔すぎて全然覚えてないんですけど、やな予感。とりあえず次の日だよ。え、レイコ、レイコじゃないの？いいお家だな。ブッチャーネさん、お邪魔します。次こそレイコ来てくれるかな。